こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、ハイジーのスタンド FM のお時間でございまして、皆様、いかがお過ごしでしょうか私、ハイジーは、ちょっとね、この期間、なんか更新が途切れてるぞって思われてる方もいるかもしれませんけれども、実は毎晩のようにね、スタンド FM を立ち上げて、iPhone でね、アプリ立ち上げて、喋ってるんです。喋って、あのー、収録、えー、これで完了っていうボタンを 押したらなんかいろいろ進んでいくと書き出しの画面に入っていってね99%のところまで行くんですけどもそっから残り1%増えずに100%まで行かずになんかその失敗したっていう表示が出てあ今日もダメだったんだっていうその切ない、えー、ことを繰り返しているとでしょうがないから YouTube のサブチャンネルだけにアップするっていうことをまあ してる回もあるんですけども、だからそれはね、このスタンド FM のアプリに向かって今喋ってますけども、それでは別に、ピンマイクをね、えー、つけて、別撮り、この iPhone 以外に別撮りしてた場合は、サブチャンネルにもアップできるんですけども、そうじゃなかった場合、iPhone にしか喋ってなかった場合は、もう音声データは残らずに消すしかなくなっちゃうということで、 たた。だににななな喋っってていいるおじさんととうことになっていました今日は大丈夫なのでしょうかで、今日はちょっとね、もう一応別のね、えー、ボイスレコーダーに向かっても同時に喋ってますので、最悪スタンド FM にアップできなくても YouTube のサブチャンネルにはアップできるっていうことになってるんですけども、いや、ちょっとなかなか最近ね、うまくいかないことが多い。 で昨日の話なんですけどもね昨日は結構前からね YouTube の方にもリクエストが来ておりましたスポットに行ってきたんですよでそこはねもういろんなちょっと面白い自販機変わったものが入ってる自販機があちこちにあったりですとかワゴンカーキッチンカーっていうのかなワゴン車のキッチンカーで 結構面白い、うん、テーマのキッチンカーでそこで食べられるすごいボリューミーな、うん、お肉料理っていうのかなハンバーガーっていうのかなそういうのがいただける場所っていうのがあって行って結構堪能してきたんですよでさまずね、まあ、ネットの情報では朝の確か9時半ぐらいだったかなスタートがその場所自体の。 だからちょっと早めに行って、人のいない時間帯にね、撮影させてもらおうかなって思ってたんですけれども、行ってみたらやっぱりね、よくあるんですけども、11時からに変更になってまして、あ、そうなんだと思ってさ、じゃあちょっと待とうっていう感じで、結構ね、ゆっくりとした時間を過ごしました、その街で。<laughs> なんか、まあでもね、自販機とかは稼働してるからさ、 まあ、それの撮影とかしたりとかしながら待てたんですけれども、11時になって、改めて、その、キッチンカーとかのところに行ってさ、まあ、素敵な、まあ、店員さんも素敵ですし、食べさせてもらったメニューも素敵ですし、風景、食べた場所、ベンチ的な、屋外のベンチ的な、そこも素敵ですし、完璧じゃん。むちゃくちゃいい気分です。で、その、 ワゴンカーのさ、方にもさ、本当にいい体験させてもらいました。ありがとうございました。またぜひ来させてくださいってお礼を言ってさ、帰ってきたのよ、家に。で、本当にいい場所だったから、もうその日に編集して、その日に動画をアップしちゃおうかななんてこともノリノリで思ってたんですけれども、帰ってきて、撮ってきた動画素材をパソコンに取り込もうとしたら、あらびっくりと。その、キッチンワゴンカーのさ、 横にベンチがあって、僕ベンチに GoPro を置いて撮影してたんですけども GoPro をベンチの上に忘れてきたことに気づいて数時間前に店員さんに「また来させてください」って言ってた男がすぐ来たっていうことになりました恥ずかしいよね <laughs> すっごい恥ずかしかったそういうさ別に不幸とかっていうことまではいかないけども なんかうまいこと進んでいかないなというような回転していかないなっていうことが続く時ってあるよね。でさあ、明けて今日はね、娘が本当はね、保育園休みの日だったんですけども、一応ね、体育祭運動会か、運動会の直前で練習も必要だからってことで、なるべくなら午前中は練習があるから、午前中だけでも保育園に通わせてくださいっていうことをおっしゃってくださっておりまして、保育園の方から。 で、ありがとうございますって言って、娘をね、午前中は保育園に預けさせてもらって、午後からは、娘もお家に帰ってくるっていう感じだったので、じゃあ、もう12時に帰ってきたら、というか僕が迎えに行くから、そのままの足でどっか遊び行こうよっていう約束になってたんですよ、娘と。なのでさ、今日っていうのは僕ね、午前中はいつものように YouTube の撮影で、午後は編集っていうタイムスケジュールで動けなくなるじゃないですか。なので、昨日の夜のうちに、今日の 午前中に撮影したであろうものを撮影しとこうっていうことになって昨日の夜中はね松屋さんのね牛ステキ丼の撮影をしようって決めてたんですよだからさ昨日の夜はなるべく娘にもねいつもよりは早めに寝てほしいなっていうのはちょっと思ってたんですけれども雨トークをね娘と見てたんですよで2人でね何を楽しみに見てたかって言いますと20またね 娘と僕で今20にハマってて、アメトークの運動神経悪い芸人の皆様がダンスを踊ってる姿を楽しむっていう放送会だったんですけども、そのダンスの曲の一つに20の曲があったので、それを二人で楽しみにして見てたんですけれども、全然20のね、パートが始まらずに、なんかもう去年とか一昨年の映像を振り返ったりですとか、 TRF とかも,もちろん楽しいんですよ。楽しいんですけれども、ね、中中トレーニングのやつとかも楽しいんですけども、20が出てきて、それを見終わったら寝ようねって約束だったのに、20が全然出てこなくて。この CM が開けたら20来るんじゃないこの CM が開けたら来るんじゃないなんて言いながらも、全然タイミングが来ずに、僕もそろそろ撮影するための準備とかもしなきゃいけないなと。で、娘も娘で、今日が運動会のね、練習が朝からあるからってことで、ほんと早く寝なきゃいけないからさ、 もうちょっと20出なかったけども、やめよう。もうみんなやめようって言って、テレビのね、録画だけはしておいて、その日はもうみんなやめたんですよ。で、今日の夕飯の時に家族でそこのシーンを見ながら食べようってなったんですけれども、うちのテレビのさ、ハードディスクの夜がパンパンになってて、ちょうど20の前までしか撮れてなかったっていう。珍事が起きてさ、いや、うまくいかないことばっかりだけど 別にこれが別に不幸とかじゃなくてなんかうわなんかなっていうなんかちょっとやだなっていうのが続くよねで今日が今日でさだからさ娘のことを保育園に迎えに行ってそのまま遊びに行くっていうなってたんですけどもそれにねうちの妻も私も行きたいって言ってくれたから2人で保育園に迎えに行ってそのまま遊びに行ったんですよで今日はねいろんなところを転々と回ったんですけども最後南町田のグランベリーパークに 行こうってなっったんですねっていうのはここ最近ね、妻も娘も僕も3人でハマってるゴーカートっていうのがね、南町のグランベリーパーク内でレンタルしていただける場所があって、それを借りて3人でね、楽しむっていうのが流行ってるんですよ。だから最後はそこに行こうってなったんですけども、いつも僕らがね、思うのはね、グランベリーパークってちょっと駐車場代高いよねっていう話なんです。 結構買い物とか飲食とかもして、その度に駐車券も出してるんですけども、最終的に駐車場で結構なお金を取られるからさ、ちょっともうそろそろ学習しようってことになって、グランベリーパークの駐車場じゃなくて、隣のニトリの駐車場、それもコインパーキングなんですけども、それがね、最大料金800円なんですよ。しかも僕最後のニトリで買い物するかもしれないって思ってたから、ニトリの駐車場に停めて、グランベリーパーク、 歩いてもう30秒くらいだから、そういうことにしようって言って、ニトリに止めてグランベリーパークに行って、ゴーカートを借りる場所に着いた瞬間に雨が降ったよね。で、できないってなっちゃってさ、うわうわうわわ、せっかく来たのに、結構車走らせて、結構頑張って来たのに、ここに来ての雨なんだ。じゃあもうできないじゃんってなったんですけども、そのゴーカートを借りられる場所にはね、ゴーカートも売ってるし、 キックボードとか、いろんなローラースケートとか、いろんなそういう乗り物も売ってるんですよ。店内でちょっと試乗もできる感じになっててさ、もう雨降ってるし、ゴーカート乗れないし、ちょっとそういうね、これまで乗ったことないのを試乗させてもらおうかみたいなこと言ってさ、妻がね、ちょっとキックボードとか乗らせてもらってたら、これすごい楽しいとかって言ってさ、どうしよう。もう欲しい。どうしようって買っちゃおうかな。あ、もう、もうも買っちゃう。買うわって言ってさ、 急に買ったの。1万8000円のキックボード。これまでさ、結構そのお店みんな気に入ってるから行ったりしてたんですけども、あ、買うんだと。初めてそんなこと起きたとか思ってさ、1万8000円。いや、ちょっと待ってと。じゃあニトリに止めなくてよかったじゃんっていうことも起きたよね。1万8000円の買い物するんだったらさすがに 駐車代多分0円になってたよとかっていうことも起きました。あ、そうそう。ただね、いいことも,もちろんありまして、フォロワーさんの数、前回がさ、252人だったんですけれども、なんといつの間にか更新しない間にも327フォロワーとなっております。皆様本当にありがとうございます。もしよかったら皆んもね、アプリダウンロードして、 こちらでフォローして聞いていただけたら嬉しいかなって思っております。もちろん、YouTube のダニー劇場で聞いてくれてる方も嬉しいです。いつもそちらを利用して聞いてくださる方もありがとうございます。そんなわけで、僕は、えー、あまりいいことが続かなかったという話でございますが、皆さんには幸あれというわけで、またお会いしましょう。さよなら。